皆さんこんにちは、ジョコです。ということで今回もギフトボール2024今週の最新情報をまとめて紹介していきましょう。ガチャ関連とかはね、他の動画で順番に紹介していきますので、いや、もうすでに先に紹介してるかも、見ていってください。ということでキャンペーンいきましょう。ゴールデンアチーブメント、こちらのイベントが開催です。まずはですね、スペシャルログインボーナスとしてメッシのハイライトがプレゼントされています。受け取りは11月までやってますね。結構長い。特別ブースターを所持したメッシもビッグタイムで登場してます。スペシャルログインボーナス、10万経験値、かなりでかいですね。4万 GP が獲得できるログインボーナス。そしてアチーブメント、ゴールデンアチーブメントが開催中です。サーイベントでメッシを使ってアチーブメントクリア、最大6万経験値と6万 GP が手に入れられます。そしてレオマスター、期間中にユートボール2024で生まれたメッシのゴール数に応じて豪華な報酬がプレゼントされるそうです。そしてスペシャル選手リスト、エピックですね、こちらのホームページの方が更新されて、予告がねまた更新入りました。バレージ、マイコン、ルイコスタ、それぞれがやってくるということで、引く予定の方はチェックしておきましょう。さあ、まずは配布のメッシからの紹介していきましょう。ログインすれば必ずもらえます。まあ、このメッシはねハイライトなので、B 固定が手出ないよという方はね、ぜひログインしておきましょう。スピードがねしっかり上げてあげないと、これ11振ってますが75、まあ、これぐらいでようやく75なので、まあ、ここをどう判断するか、もうちょっと上げるにもポイントはもうちょっと欲しかった。エアバトに1余ったので1振りましたが、まあ、パスでもいいと思います。メッシらしい攻撃性能は言うまでもないですね。スキルも完璧、特に言うことなし。アウトスピンとかがないので、必要な方はぜひ。配布されたメッシと比較しておきます。足元とかはね結構勝ってるんですけど、オフェンスセンス、決定力、スピード、その3つは特に違いますね。これは乗り換えなし。ただ直近で配布されたこのメッシよりは強くなっているっぽいんで、これは乗り換えていいと思います。さあ、ここからビッグタイム3名のメッシを紹介していきます。ハイライトもね付属してますが、これはまた別の機会に紹介します。150ボックス、期間は2週間あるみたいなのでゆっくり引きますが、まあ、とりあえずギリのギリまでね粘ってもいいかもしれません。ということで若い順に紹介していきましょう。まずはインサイドレシーバーのこのメッシから。ブースターは運命の担い手プラス4、決定力、ヘディング、スピード、瞬発、そして発動条件はジョージ。さあ、まずこのメッシの特徴はインサイドレシーバーになっています。もちろん右ウィングでは発動するんですけど、真ん中3つのポジションは発動しませんので、真ん中で使いたい、無印で使いたいならこのメッシありですよね。特にスピード瞬発がかなりビッグタイム2つと比べてもかなり抜けている数値になっています。まあ、ここに魅力を感じるっていう方はこのメッシュを使うのありだと思いますね。全て比較するのは最後にします。スキルはこんな感じ。足裏コントロールって今普通のメッシュとかついてないですよね。あとはヘッダー持ってます。まあ、追加候補ね、何個かありますけど、初期から割と悪くはないです。もともと出ていたメッシュとの比較、プレイスタイルがチャンスメーカーとインサイドレシーバーで違いはあるものの、やっぱスピード瞬発の違いが凄まじすぎます。空中戦なんかの強みもすごいですね。ヘディングも32上げ。サイドで使うならインレシメッシュでもいいですけど、真ん中なら別にパックでも良さそうですかね。どちらももちろんピーコテ。キャプテンシーとコントロールループがヘッダー、足裏になったっぽいですね。そしてビッグタイムメッシー、こちらもインレシチャンスメーカーとの違いと、空中戦スピード瞬発は圧倒的に違います。スキルはさっきと言ったやつと同じかな。まあこちらも同じくかな。真ん中なら左のビッグタイムでもいいですけど、サイドで晴らしてスピード瞬発をめちゃくちゃ活かしたいならインレシ発動しますけど、右ウィングありかもしれませんね。そしてパックメッシュ、これもチャンスメーカーなので、まあ、その違いと能力はやっぱ先ほど言った通り空中戦とスピード瞬発に長けてます。基本的にはどこのポジションとかで使いたいかとプレイスタイルの選択ですかね。さあ、続いてはこちらチャンスメーカーの神の子メッシュですね。ブースターは神の子プラス4、ドリブル、グランダーバス、決定力、キック力、得点力に優れたブースターなんですかね。さあ、能力はこんな感じとしてみました。このメッシの特徴はやはりキック力がすごい伸びているのと、グランダーパスが桁違いになんか高い気がしますね。他も確かにこのような数値はできなくはないか。特にキック力の魅力は詰まっていると思いますので、キック力をめちゃくちゃにね高くしたい方、そこは注目ですし、あと逆足精度なんか最高ですね。メッシって確か他のバージョン頻度やや低だったような気がしますけど、これ普通みたいですね。まあ、ただチャンスメーカーなので基本的に他のもともと出てたものチャンスメーカーしかないんですけど、 B 固定そことの違いはほぼないですよね。その部分はできる範囲も基本は変わってません。スキルはこんな感じ。バックスピンロブはついてなかったので、まあ、そちらは追加されてるっぽいと。シンプルにチャンスメーカー同士の比較になりますが、バックメッシュとの比較、パスは結構競ってはいましたか。キック力の違いめちゃくちゃです。スキルはキャプテンシーがバックスピンロブになっているよ。遠目からのシュートを狙うとかそういう方はね右でもいいと思いますが、
どっちかといえばね、もちろん右の方が強いんですけど、まあ、左もまあ悪くはないんですけどね。契約期間とか考慮するなら乗り換えです。そしてビッグタイムのメッシ、これもキック力がね凄まじく違います。スキルは今言った通り、やはり逆足どちらも上がってますね。これまたシンプル乗り換えでいいんじゃないかなと基本は思います。ただ左のメッシも別に弱くはないですからね。そしてブースター付きパックメッシ、まあ、これもねキック力の二重違いはね凄まじすぎますよ。基本的には右の方が強いですが、もう左をねやっぱ買ったっていう方はこの短期間にもう一個買う狙うっていうのはなかなか選択しづらいので、まあ、私は左いればいいとは思いますが、基本的に能力強いのは右です。そしてラストが直近のワールドカップメッシですね。キングプラス4のブースター、ドリブルボールキープ、フィジカルボディコンとした。さあこちらのメッシの特徴なんですけども、ドリブルとかねさすがメッシって感じですし、決定力、まあ、一番バランスがいいのはこれかもしれませんね。最大の特徴はフィジカルがすごいエグいというところです。87、どうしましたこのメッシ。でスピード瞬発もおろそかになってなくて、キック力も90あるし、パスもね80は越すし、一番無難なのはこのリンクメッシュかもしれません。ただリンクフォワードなので発動ポジがチャンスメーカーとちょっとね違うところで発動しちゃうっていうのが難点です。逆足とかはいつものメッシュかな、はい、特にスキルは変わってないかな。ワールドカップメッシュと比較してもフィジカルの違いが凄まじい。28上がり7上がりですね。プレイスタイルがチャンスメーカーとリンクフォワードで違います。そしてビッグタイムとの比較、これもねフィジカル28上がり、基本的には右の方が強いです。さあブースター同士の対決どうでしょうか。フィジカル31上がり、強すぎます、笑っちゃいます。じゃあ今回出たメッシ3人のビッグタイムと比較するとどうなのか、特徴が出てきますね。足元に優れるチャンスメーカータイプに対して、スピードと空中戦に優れるキスをしているインデシメッシ、まあ、その違いは出てますね。まあ、メッシらしさを出すのであれば右でもいいかなって感じはしますが、スピード13違いは計り知れませんので、まあ、マラドーナとか持ってないなら左のメッシをねマラドーナ風に使うみたいなことはしてもいいかもね。ではリンクメッシとこのメッシとの違い、チャンスメーカーですね。フィジカルに圧倒的に優れてる。グランダーパスがね凄まじく下がっていたり、キック力がね凄まじく下がってます。ただ圧倒的な特徴フィジカル31上げがあるので、まあ、どっちかというと左かな。そしてこのキスメッシとの比較でいうと、フィジカルがね33の違い出てます。空中戦、ヘディング、ジャンプとかは右の方が高いですね。ただ全体的な能力の違いが上の方凄まじすぎますので、全体的に今回メッシ3体出てますが、トータル強いのは左かなって感じがしました。それぞれ特徴がありますので、ぜひ狙う方はねどこで撤退するのか目安にしてみてください。さあちょっと落差の大きい指名契約の星4以下の選手悩んでる方いるかもしれません。 J リーグとメキシコの POTM おすすめの選手ざっと見ます。まずはラインブレーカーの177センチ、決定力88、スピード瞬発を持つ細谷選手、ちょっとスキルは少なめです。あとは過去にPOTM1 回多分来てると思うんですけど、川原選手、アンカー持ちになってますね。アンカーじゃなかったと思う、ハードプレスだと思う。前回小柄なねミッドフィルダー、スキル揃い方素晴らしすぎる。 J リーグはこの2名がね気になりました。他にも注目選手いたら教えてください。ではメキシコです。まずはセンターバックネルボ選手、この選手はスキルがねいいなって思いました。ブロッカーないけどワンパ持ってるという感じで、あとはこのアンヘルメナ選手、インサイドレシーバーの168センチで瞬発とドリブル数値は結構高めです。あとスキルいいんですよね。あと特徴なのはなんかインサイドレシーバーでインターセプト持っちゃってる、あんまりいない。サナブリアという攻撃的サイドバック、中盤もできるのでジンチェンコみたいな CMF 起用ができるのが魅力に感じました。スキルはちょい足りませんけど。ということで今回以上です。引くという方はねいろいろ覚悟を持って引きたいですね。この後もいろいろ紹介していきます。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価合わせてありがとうございました。